福代です。葵だぜ。2023年6月に御巣鷹の尾根で日航機123便の酸素マスクが新たに発見されたってほんと。相変わらず突然だな。そう、38年が経とうとしている今でも御巣鷹の尾根には当時の傷が残ってるんだ。あの頃、ボーイング747は世界で最も安全だって言われてたんだよね。今でもなんで、って思っちゃうわ。それじゃあ今回は、絶対に起きてはいけなかった最悪の航空事故を紹介していこう。知らなかった真実がまだあるのかも。早速日本航空123便墜落事故から行こう。1985年8月12日18時12分、東京発、大阪行きの。日本航空123便には機長と副操縦士、航空機関士の3名と、チーフパーサーの他21人の女性客室乗務員が乗務し、509人の乗客と共に羽田空港を飛び立った。お盆直前の夏休みだもん、当然満席だよね。でも操縦してたのは機長じゃなくて、副操縦士だったんでしょう。機長になるための訓練中だったとか。確かにこの日、副操縦士は訓練のため機長席に座り、操縦とクルーへの指示を担当していた。でも彼は B747 以外の保有運航資格も持っていて機長として乗務していたし。この日は最終訓練で機長昇格は決まっていたんだ。腕が未熟だったんじゃないかって思ったけど違ったのね。副操縦士席で指導や無線更新などを担当していた機長は総飛行12000時間を超え運航部門の指導教官も務めるベテランだ。航空機関士も経験豊富でエンジニア部門の教官も務めてたそうだ。ベテラン揃いと言っても過言じゃないのね。午後6時12分、日航123便は定刻より12分遅れて羽田空港を離陸。東京湾を抜け右へ旋回し、大阪伊丹空港へ機首を向けた。順調に行けば1時間で到着するはずだ。でも離陸から12分経った頃、機体に異変が起こる。この時、相模湾上空だった。ボイスレコーダーでなんか爆発したぞって機長が言った時ね。午後6時25分、機長はすぐに管制部に緊急事態発生を伝え、羽田空港に戻ることを要求。管制部は要求を受け緊急事態であることを確認する。この時、機内にいた乗客の元にはすでに酸素マスクが降りていたんだ。この時の酸素マスクが見つかったんだ。でも本当に何か爆発したの？実は機内の気圧を保つため外気と機内を遮断する圧力隔壁が突然破損したんだ。客室の空気が尾翼内に流れ込み、機体をコントロールする垂直尾翼などが爆発。操縦系統の損壊が連鎖的に発生したんだ。これは後の調査で分かったことで、この時の機長さんたちは訳が分からずめっちゃ不安だったでしょうね。垂直尾翼は飛行のバランスを取るために最も重要なものだ。そのおよそ6割が爆発で吹き飛んでしまった。コックピットではなんとか安全に乗客を降ろさなければと懸命な戦いが繰り広げられてただろう。落ちるわけにはいかないって必死だったでしょうね。ハイドロプレッシャー、オールロス。ボイスレコーダーで聞こえてくるのは、油圧を消失したってことだ。つまり翼を動かすために必要な全ての伝達システムが機能を失ってしまった。もはや機体をコントロールするのは不可能に近い状態だってことだ。じゃあ、羽田に戻ってきていいよって言われても無理じゃん。もはやエンジンと車輪、揚力装置だけを駆使しながら、懸命に羽田に戻ろうと機体を、右へ旋回して北上するも、この時すでに管制部からの呼びかけに応える余裕はなかったらしい。操縦不能で何をどうしたらいいっていうの？なんとか降りられる場所を見つけなきゃって目を見開いてたんじゃないかしら。機関士は空気抵抗を増やすために車輪の降下を提案。車輪を下ろしたことでようやく高度が下がり始める。しかし今度は必要以上に、急降下してしまった。123便は右に大きく傾き急旋回、小さな円を描いて1回転していた。乗客はパニック状態よね。極限状態の機内でその様子を克明に記録していた人がいたんだ。機体が大きく左右に揺れている。18時30分急に降下中。水平飛行している。ダメかもしれない。18時45分機体は水平で安定してる。頑張ろうの声がする。鳥肌と涙が止まらないわ。18時46分、着陸が心配だ。スチュワーデスは冷静だ。客室乗務員も懸命に指示を出していた。高度はだいぶ降りています。もうすぐ酸素はいらなくなります。赤ちゃん連れの方は座席の背に頭を支えてください。ベルトはしてますか？と声が残されてる。自分だって怖くて仕方ないでしょうに。ああ、なんとかならないのかしら。実はこの時、奇跡は起きていたんだ。コントロールできないはずの機体は羽田空港に向かって飛行していて、目の前には米軍横田基地があった。そして緊急着陸の受け入れ準備はできていたんだな。
え、じゃあそのまままっすぐ行けば降りられたの？無情にも機体は横田基地を前に左へ旋回。奥深い山あいに入っていった。この時、機体は激しい横揺れだけでなく、激しい上下運動が始まっていたんだ。もうなすすべがない。午後6時47分、眼下に迫る山々を前に乗務員たちは何としても乗客を羽田に連れて帰る。その一心だったことが事故調査報告書に書かれている。午後6時47分以降、緊急着陸に備え、救命胴衣の着用及び衝撃姿勢についての指導が行われているんだ。客室乗務員さんのおかげで、最後まで絶対諦めないって気持ちを持てた人はたくさんいたと思う。機体が地面に近づいた警報音が響く。午後6時50分、スピードが出てます、スピードがと。叫ぶ副操縦士に機長はドーンと行こうや。頑張れ、そう声をかけ、副操縦士ははい、と答えた。機長は副操縦士を励まし続けた。が機首が上がることはなかった。ボイスレコーダーのパワーアップ、あの声と警報音が忘れられないのよ。1985年8月12日午後6時56分、日航123便墜落。乗客、乗員524人を乗せた満席のジャンボジェット機の墜落は、520人が命を落とし、生存者はわずか4人という日本の航空機史上最悪の墜落事故になった。4人生きていてくれたことが救いだと思いたいわ。機体の速度は時速約 630km という恐ろしい速度に達していたとみられ、右主翼と尾翼。エンジン部分は大きく破損した上、機体後部が完全に分離。前のめりに反転した機体は、裏返しになった状態で、原型をとどめないほどに破壊され、そして炎上してる。中には人間が乗ってるっていうのに。航空自衛隊が墜落現場を確認したのは1985年8月13日午前4時39分。墜落から約9時間半後のことだった。捜査がすごく難航したのよね。隊員たちが現場に降り立てたのは午前8時半頃だ。そこには無残に大破した飛行機の残骸と、転がった腕などの体の一部、重なり合った複数の体を前に隊員たちは立ちすくんだそうだ。現場に踏み込んで救助活動をする皆さんってマジでリスペクトだわ。午前10時50分頃、墜落時に分離した客室後部から4人の生存者が見つかった。最初に発見されたのは非番の客室乗務員の26歳の女性で、機体の残骸から右手だけを出して手を振っていたそうだ。そうだったの。次に34歳女性と8歳の女子小学生の母子が見つかった。娘は母親のすぐそばで下半身を残骸に挟まれて仰向けになっていたという。そして12歳の女子中学生が逆立ちしているような状態で見つかったんだ。ヘリコプターで救助されていたあの子ね。女子中学生によると、目が覚めた時父と妹は生きていたそうなんだ。それに、墜落した直後は周囲から頑張れという励ましや早く助けに来ないのか。などという話し声が聞こえていたが、次第に静かになっていったと生存者は語ったそうだ。墜落現場の特定も困難を極めたのは仕方がないし、みんな懸命に救助活動したことは間違いないわ。でも、もう少し早かったら、そう思っちゃうよね。大々的に報道されたこの事故を知らない人はいないけど、間違った捉え方をしてしまった人も、かなりいるようで、メディアの取り上げ方や行動にも問題点がかなり見られてるんだ。例えば、機長のドーンと行こうやっていう発言は、その前後の音声記録から、副操縦士を励ますための言葉だったってわかるんだけど歪んだ報道をしたために開き直りか、責任感が欠如してると大バッシングを受けて遺族にも嫌がらせがあったんだ。私にも励ましてるとしか思えなかったわ。操縦不能の中でなんとかしようって恐怖と戦ってくれた人になんてことするのかしら。でも事故が明らかになるにつれて機長を称賛する声は大きくなり、運航乗務員3名には事故後に、ポラリス賞という民間航空に関係する賞としては最高位に位置する賞が贈られたんだぜ。よかったわ。でも、機長の遺族の皆さんには謝っても許されないことをしたと思うわ。ボーイング747型機は、最大500人超えの乗客を一度に運べる巨大な機体からジャンボの愛称で親しまれ、1970年から2014年3月31日まで、150機以上が日本の空を飛び交った。何より飛行機による出張や旅行を身近なものにした功績は大きいんだ。この大惨事とともに覚えておくわ。次はローガンエア6780便の事故を紹介するぜ。2014年12月15日ローガンエア6780便はスコットランドのアバディーン空港から北上し、真冬の厳しい天候で有名なシェトランド諸島のサンバラ空港へ向かっていた。イギリスで起きた事故ね。乗客のほとんどはシェトランド諸島の住民で多くはアバディーンで休日を過ごした帰りだった。シェトランドでは飛行機は住民にとって必要不可欠な移動手段なんだ。ほほう。機長はベテランかな。
当時42歳の男性機長は総飛行時間5000時間を超える経験を持つベテランで、もともとサーブ340に乗務していて2014年8月からサーブ2000へ移行、サーブ340に乗務していた際、落雷を想定した訓練も受けてる。35歳の女性副操縦士もベテランだ。二人とも経験豊富でそこは安心ね。サンバラまでの所要時間はおよそ1時間。燃料は多めに入れていた。アバディーンの天候は良好。しかしサンバラの天候は雨、雪、氷を伴う降雨と強風が予報されてたんだ。目的地に近づくにつれて相当揺れそうね。機長は予測不能な落雷について副操縦士と打ち合わせもした。統計的に言えばどんな航空機でも、年に 1.5 回以上の落雷を受けているんだそうだ。ただ、いつ起きるか、どうなるかは一定じゃない。落雷はやばそうだよね。乱気流に備えて早めのシートベルト着用の指示も出した。そして滑走路手前に嵐の雲を発見し、周回して様子を見ることにした。が、その時銃声のような音がして機内を閃光が走ったんだ。落雷。客室に光の塊が走ったという証言があった。これは落雷の直前に機内に現れるとされる旧雷と呼ばれる未知の物理現象だ。イギリス気象庁の雷検知システムでは、19時10分20秒に事故機が遭遇したと見られる落雷が観測されていた。光の塊、怖いね。特に夜間飛行で受ける雷撃は目もくらむまばゆさだ。衝撃の中で計器類が壊れていないか点検し、機長は操縦桿を握った。が動かない。機首を上げようにもすごく重くて少しずつしか上がらない。副操縦士は管制塔へ緊急事態を知らせた。命令って言うんだよね。機体の損傷程度もわからず嵐の中をサンバラ空港に降りるのは危険すぎると判断し、設備の良いアバディーンに戻ることに決めた。2分かけてようやく2000フィート上昇し、4000フィート付近まで上昇した。が、ここで異変が起きた。今度は何？機体がいきなり急降下し始めたんだ。機長は時速 560km で海面に突っ込んでいく機体の、操縦桿を引き上げ続けるが重くて上がらない。真っ暗で何も見えなかったが、この時、海面まであと10秒もなかったんだ。やばいやばい、乗客も危険は察知してたわよね。最後の手段と機長が水力を上げたその時、すごい速度で今度は上に引き上げられ、操縦桿も計器も一切の異常がなくなったんだ。乗員乗客33人は全員無事だった。全員無事で何より、機体は無事、アバディーン空港に着陸。そして危機一髪の重大インシデントに調査が始まった。まさに間一髪なんて怖すぎる、何があったの？まず、機首の先端部分に雷撃の痕跡があった。雷は機首の先端から入り排気口のあるリブの末端から抜けたことが分かったんだ。雷は確かに落ちたのね。操縦不能はデータでも確認された。ではどうして操縦不能になったのか。機長はサーブ340に乗務してた頃に落雷による故障を想定した訓練を受けていたって言っただろ。それは落雷によって発電機が故障するとともに自動操縦が解除される設定だったんだ。普通そうじゃないの？普通そうだ。調査員たちも調べて分かって驚いたんだけど、サーブ2000は人間より機械の方が偉くて権威があるという思想の特殊な航空機だったんだ。人間にコントロールなんてされてたまるか的な。自動操縦が2分以上も人間に逆らい続けたのは変なんだ。高速道路を走行中に危険を感じたらブレーキを踏むだろ。たとえ時速 100km に設定した自動運転中だとしてもブレーキに逆らって走り続けることはないんだ。でもサーブ2000の自動操縦は力ずくでは解除できないような設計になってた、ってこと？そうだ。表示された文字も小さい上に緑色の文字が解除されると白くなる。それだけだ。データ上は警告音も鳴ってたらしい。でも機長は聞いていない。これは雷撃に相次いストレスを受けてトンネルビジョンに陥ったためだった。稲妻に直撃されて目がくらんでたらなおさらわからないわね。トンネルビジョンって何？特定の物事に集中してしまっているあまりに他の可能性のある要因に気づかないことだ。雷の直撃を受けた機長は驚愕して感覚を失った。強いストレスの中で、一点に集中して行動しようとすると余計なものは感覚に入ってこない状態になるんだ。つまり機長は自動操縦が切れたと思ったから操縦桿を握った。でもサーブ2000は自動操縦は解除されない機体だった。そして機械が勝った。ってことね。では、なぜ、間一髪のところで自動操縦は解除できたのかだ。コントロールを回復できたのは、コンピューターにバグがあったから。つまり一時的なデータ損失があったんだ。たまたま、あと数秒って時にデータの不備があったってこと？もしコンピューターに瞬間的な欠落が起きずクルーが諦めていたら、そしてあと7秒遅かったら、
時速550キロで海面に激突してたんだぜ。真っ青だね。じゃあ、もしも機長が雷撃の後、操縦桿を握らなかったら、そもそもこの事故は起こらなかった。だな。雷撃を受けたと言っても機体も計器もどこもなんともないんだから。そんなこともあるんだね。怪我人がなかったことが幸いです。次は全日空機雫石衝突事故だ。1971年7月30日、岩手県岩手郡雫石町上空を飛行中の全日本空輸の旅客機と、航空自衛隊の戦闘機が空中衝突し、2機とも墜落したんだ。50年以上前なのね。当時は世界最大の航空機事故と言われて、自衛隊が非難されたって聞いたわ。この日、千歳空港午後0時45分発羽田行きの全日空58便は折り返し便の到着が遅れたために、午後1時33分に離陸した。41歳の機長と27歳の副操縦士、航空機関士は30歳のアメリカ人男性の3人と4人の女性客室乗務員、そして155人の乗客が搭乗していた。静岡県から北海道旅行に来てた団体客がほとんどだったらしいね。もう一方で航空自衛隊第一航空団松島派遣隊所属の F-86F 戦闘機2機は、編隊飛行訓練のため、航空自衛隊松島基地を午後1時28分頃に離陸した。1機には31歳の教官が、もう1機には22歳の訓練生が搭乗して教官が先導してたんだ。2機だったのね。でも訓練のための航路が旅客機と一緒なんてありえるの？ありえないな。経路は厳しくチェックされてるはずだ。だが、この日のチェックで、誰もそれに気づかなかったらしい。調査後の報告には教官が訓練空域を逸脱したとされてるがな。真相は闇の中ってやつかしら。そして午後2時2分39秒頃、岩手県上空で全日空58便機と、編隊飛行訓練していた自衛隊機のうち1機が空中衝突してしまったんだ。どっちかが避けるとかしないのかな。全日空機は高度2万8000フィートで接触時まで水平定常飛行を行っていた。衝突の3分前、教官機は訓練機とそのすぐ後下方に接近している全日空機を認め、直ちに訓練生に接触を回避するよう指示し、訓練機を誘導しようとした。自衛隊機が避けようとしたのね。訓練機は教官機の後を追っていた。教官からの異常事態の通信を受けたその直後に、自身も大きな物体を認め、慌てて回避操作を行ったがこの時衝突の2秒前ですでに手遅れだったらしい。衝突したのは訓練機なんだ。全日空機にはコックピットボイスレコーダーは装備されていなかったが交信から想定されたのは、衝突7秒前に訓練機を認め、衝突後機体の立て直しを行うも操縦不能を把握し、エマージェンシーという緊急通信の後、絶叫と解読不能の音声だった。操縦不能と知った時の絶望が伝わってくるわ。水平安定板と昇降舵の機能を喪失して、降下姿勢から回復できなかったんだ。やがて音速を超えるスピードで落下した機体は約1万5000フィート付近で空中分解して墜落。乗員乗客162名全員が助からなかった。訓練機は、午後2時5分頃、雫石町で噴火を思わせる轟音が響き目撃した人がいる。脱出したパイロットのパラシュートが見えたそうだ。助かったのね。無人となった訓練機は空中分解した田んぼに墜落したそうだ。空中分解した後の全日空機は白煙を引きながら墜落し、目撃者によって黒い豆のようなものが落ちてきたと証言されてるんだ。黒い豆？空中分解によって乗客が放り出されたからな。人の雨？この日は夏の太陽が眩しい抜けるような青空だったのよ。墜落現場に救助に入った自衛官の話では田んぼに立っているように、その体は突き刺さっていたそうだ。乗員、乗客たちは雫石町内の各地に全日空機の残骸と共に落下し、極めて凄惨な状況で発見されたんだ。飛行機の正面衝突なんて今じゃ考えられないよね。自衛隊が非難されたって話だったけど当時は急増する飛行機に対して、法律が追いついていなかったとして航空法にも問題ありとされたんだ。国の責任も重大ね。事故直後の1971年8月に自衛隊訓練空域と航空路を完全分離することが定められ、1975年6月には航空法の改正が行われた。航空管制空域における曲技飛行と訓練飛行の原則禁止、空港周辺空域での速度制などの運航ルールが厳格化されたんだ。今は当たり前のことも50年前にはやっと決められたことなのよね。航空機事故が減ってよかったけど、遺族の人にとっては忘れられない現実でしょう。お次はマレーシア航空370便墜落事故。2014年3月8日、マレーシアのクアラルンプールから中華人民共和国の北京市に向かっていた。マレーシア航空の定期旅客便である370便が消息を絶ち、
その後インド洋に墜落したと推定された事故だ。あんな大きな飛行機が消息不明って不気味だったわ。この日、マレーシア航空370便は午前0時41分、12人の乗員を含む239人を乗せて、クアラルンプール国際空港を出発した。同日午前6時30分には北京首都国際空港に着陸を予定してたんだ。定期旅客便なんだから飛行経路にも慣れてたはずよね。370便は離陸の約50分後に管制塔と交信し、その後の交信を絶ってる。救難信号も出されていない。マレーシア空軍は軍事レーダーなどから370便がクアラルンプールに引き返そうとした可能性があると発表したんだ。離陸して50分後にレーダーから消えちゃったってこと？ベトナム人民空軍の捜索によって海面に油膜の帯と煙が確認され、浮遊物が見つかるも無関係だったし、オーストラリア海洋安全局が衛星画像の解析から浮遊物を発見したが、370便のものだという確認は取れなかった。他の国も探してくれてるのに見つからないって何なのかしら。2014年3月24日、マレーシア政府はイギリスの衛星情報の新たな解析を受けて370便が、インド洋南部に墜落したと見られると発表。2015年1月に、機体の残骸さえ見つかっていないことなどから、乗員乗客239人は全員助からなかったと推定したんだ。何にも見つかってないのに決めつけちゃうのって腑に落ちないよね。マレーシアの説明に不満を持った中華人民共和国の乗客の親族らが、北京のマレーシア大使館の前でデモを行ってるな。2015年7月29日にフランス領レユニオンで、航空機の残骸と思われる部品やスーツケースが発見されたことで海底調査も行われてる。今度こそ発見できたっぽいわね。でも機体の一部だと確認されるものがあるものの、事故の原因究明に必要な。フライトレコーダーやブラックボックスは愚か乗客に関しての一切が見つからないんだ。その後2016年にもマダガスカルなどで乗客の所持品らしきものも見つかるが決め手がない。迷宮入りですか。2017年1月、370便の事故調査は打ち切られてしまう。ここまで見つからないと事故に対しての憶測がいろいろと噂されるようになった。例えば江沢民派が墜落させた説、意図的に墜落させた説もあったぜ。行方不明になって9年経った今も239人もの人が見つかってないなんておかしすぎるよね。不審な点は当初からいくつもあったんだ。マレーシア政府はまず事故発生から2週間の速さで、乗客乗員は全員助からなかったっていう発表をしただろ。マレーシア政府の早すぎる結論に不信感を抱く人が続出したんだ。そういえばあの時点で機体の残骸すら見つかってないのよね。見つからないから。なおさらって言い方にも思えたけど、マレーシア政府が事故を迅速に収束させたいんじゃないかって思う人は少なからずいたんだ。それにインド洋周辺では機体の一部が見つかったって報告が多いのに、どれも370便のものと断定することはできていないんだそうだ。不思議な話ですな。それに、370便が最後にレーダーで確認された南シナ海での捜索は早々に打ち切られたままだ。確かにいなくなった場所を探そうとしないのも変かもね。それに実は370便は半年ほど前の2013年9月頃に上海の空港で他の旅客機と接触して、破損事故を起こしてるそうなんだ。修理してるんじゃないの？修理して運航を再開してる。でも、もしそれが不完全な状態だったとしたら、事故を起こした原因を隠蔽しようとして、意図的に沈めちゃったとか。すごいこと考えるな、つくよは。こんなことから、マレーシア政府による発表は矛盾点が多く、対応の遅さと情報の欠如も目立ち、大規模な危機的状況において無能だと批判されたんだ。国レベルのいろんなことが関係してる可能性が見え隠れするのは分かったけど、遺族にしてみれば、どうでもいいから早く返して、合わせて、って泣きたいよね。最後は US Air 427便墜落事故だ。1994年9月8日、シカゴのオヘア国際空港から、ピッツバーグ国際空港を経由してフロリダ州ウエストパームビーチに向かう定期便。US Air 427便がピッツバーグ国際空港の手前で墜落したんだ。US Air ってハドソン川の奇跡の US Airways の前身なんだよね。ほう、よく知ってたな。2009年1月に起きた US Airways 1549便不時着水事故は、奇跡的な生還劇として知られ、その後の知られざる真実を映画化したのがハドソン川の奇跡だな。こちらも実に興味深いが、今回は救われなかった悲惨な事故の話だ。奇跡は起こらなかったのね。427便で使用されていた機体はボーイング737型機だ。機長も副操縦士も約1万2000時間と、約9000時間の飛行経験のあるベテランで、客室乗務員は3人、乗客は127人。
乗客乗員合わせて132人が搭乗していた。アメリカで何が起きたのかしら。18時過ぎにアメリカイリノイ州のシカゴオヘア国際空港を離陸した427便は順調に飛行を続け、18時45分頃、ペンシルバニア州のピッツバーグ国際空港に着陸するために高度9000メートルから、管制官の指示に従って高度1800メートルまで降下し始めた。乗客ももうすぐ着くとなると、一気に気が抜けてリラックスし始めるわよね。離陸から約1時間後の19時3分、高度1800メートルに到達。この時管制塔から旋回指示が出てる。前方を飛行していたデルタ航空の B727 型機が先に着陸予定だったんだ。なるほど。空の上で順番待ちなのね。デルタ航空1083便とは若干距離が詰まっていたものの概ね適正間隔だった。1083便と一定の距離を保ちながら進んでいたが副操縦士が気流がとつぶやいた次の瞬間。突然大きな衝撃音とともに427便の機首が右を向いたかと思うと急激に左に傾き始めたんだ。今まで穏やかだったのに、何が起こったの ?1083 便の後方乱気流に入り込んだらしいんだ。427便は失速に陥り、機長と副操縦士は、事態を理解できずに混乱したが副操縦士が垂直尾翼を操作して水平に戻そうと試みた。でもうまくいかず最大で180度近く回転しながら急降下し始めたんだ。それって乗客は真っ逆さまじゃん。座席上部の棚から荷物が転げ落ち、機内は大きな悲鳴が響き渡った。この頃427便が無許可で、降下し始めたと思った管制塔は427便に高度を維持するように要請。だが機長は無線の送信キーを入れて緊急事態を宣言したんだ。いや、無理でしょ。ひっくり返っちゃってるんだから。無線の送信ボタンを押したままの状態だったために管制塔へ機内の切迫した様子が筒抜けになった。機体はロールし続けて機首から真っ逆さまに落ちていき、機長は3回引けと叫んだ後に、悲鳴を上げ、副操縦士はゴッドノーと言った。いやいや、まさかの墜落。この数秒後、427便は地表に激突し爆発した。左に大きく傾いてからわずか30秒後のことだった。ほぼ垂直の状態で空港から約 10km 離れた給料地帯に突っ込んだんだ。乗員乗客132人のうち生存者はゼロだ。あまりにも突然すぎる。この事故がバイオハザードとかガチホラーと言われるほどに悲惨すぎる事故と言われるゆえんはここからだ。アメリカ国家運輸安全委員会の歴史上で初めて現場の捜査官は耐性物災害用の全身防護服を着用が命じられたんだ。おお、一体何が始まるの。427便の衝突の衝撃があまりにも大きく飛行機はもはやこっぱみじんだ。さらに乗客の状態は非常に凄まじく、132人の体は断片化して飛散していたんだ。6000に及ぶ断片を回収するのに2000個の保冷袋を必要としたそうだ。怖すぎるんですけど、バイオハザード宣言はガチだったのね。事故の原因は後方乱気流。そう言って終わりたいところだがそうもいかないんだ。なぜなら後方乱気流に遭遇したとしても急に左に傾いてなんてことは起きないって言うんだ。そこで疑われたのが方向火事なんだ。副操縦士が垂直尾翼を操作して水平に戻そうと試みたってあれ？だな。でも、回収されたフライトデータレコーダーにはその情報が記録されていなかったから、パイロットのミスなのか方向火事の誤作動なのかの判別が求められた。そこで今度はコックピットボイスレコーダーの分析をすることになったんだ。あ、管制塔に筒抜けになってた会話なんかも豊富にあるからね。それでも意見が割れてなかなか解明できずに月日は流れ、意外にも他の航空機からヒントを得たんだ。ほほう。リッチモンド空港へ向かっていたイーストウィンド航空517便が空港へ最終アプローチしようとしていたところ急に機体が90度近く右へ傾き、517便は右旋回しようとしたんだ。右と左の違いだけだ。427便の副操縦士は必死に傾いた方向と逆のラダーペダルを踏んで体勢を立て直そうとしていた。517便の機長も全く同じことを試みたんだ。517便も墜落。いや、無事だった。でもこのことから調査は進み、4年半という年月をかけて結論を出すことができたんだ。方向火事が犯人。小さなラダーペダルを踏んだ力で巨大な方向火事を動かすことを実現するための不可制御装置。通称 PCU だ。これは高高度で冷え切った外気に機体がさらされている中で急に方向火事を動かそうと。操作すると逆に動かなくなるってものだった。なんか難しいんだけど。もう一つ発覚したのはなんと B737 型機のラダーペダルを踏んだ時、動かしたい方向とは逆方向に方向火事が動くことがあることが判明したんだ。
ハンドルを左に回すと右に曲がるって、カーズの映画みたいじゃん。細かいこと覚えてるんだな。ちゃんと動くかもしれない。でも止まるかもしれない。または逆に動いちゃうかもしれない。まさしく欠陥だな。このことが明らかになったから。US Air 427便の墜落原因は4年半以上ぶりに判明したってわけだ。水平に戻そうとしたことが裏目に出たのね。緊急事態で必死に操作したことがダメなことだって副操縦士が気の毒よ。ということで今回は最悪な航空機事故を5つ紹介してきたがつくよどうだった。全部、知ってる事故なのに、知らないことがたくさんあって驚いたわ。そして、改めて風化させちゃいけないって強く思ったわ。日本航空123便の遺族は伝えるって本当は、伝える本人たちにとっては心のどこかがいつも痛むんですよ。でも痛むからこそ伝えなければいけないなって思うって、話してる。だから私たちは、その思いも全部込めて紹介していこうと思うんだ。そうね。闇って結局、どこかで痛い思いをしてる人がいるんだもんね。一つ一つ、丁寧に取り上げていきたいわね。ということで、ご視聴ありがとうございました。